7月放棄は、1917年7月中に、ロシアのペトログラードで、兵士や工場労働者たちが、ロシア臨時政府に対して、自発的に武装デモを起こし抗戦状態に至った、事件。ロシアでは、7月の日々ボルシェビキは平和的なデモを、意図していたが、結果的に、武力衝突が発生した。その結果、ボルシェビキの指導者であるウラジーミル・レーニンは逃亡と、 潜伏生活を余儀なくされ、他の指導者たちは逮捕された。ロシア臨時政府による7月放棄の鎮圧により、10月革命以前の期間におけるボルシェビキ勢力の権力と影響力は一時的に交代することとなった。2月革命後の1917年4月、ドイツ政府の手配した封印列車で亡命先のスイスより帰国し、ペトログラードに戻ったレーニンは、 ただちに4月テーを公表している。これは臨時政府をブルジョアジーの権力、ソビエトをプロレタリアートの権力とみなし、前者から後者への全面的な権力の移行を主張するもので、メンシェビキやその他のリベラル派勢力からは拒絶反応を引き起こした。6月16日から第1回全土シアソビエト大会が開かれた。 投票権を持つ822名の大議員のうち、285名は社会革命党、248名はメンシェビキ、そして105名がボルシェビキだった。この大会でレーニンは、ボルシェビキ単独による権力獲得を強く主張したとする。メンシェビキの郵便電信大臣ゼェレテリが演説で、現在のロシアには、こちらに政権を引き渡せ、諸君は立ち去って、 我々に席を譲る、がよい、と言える政党はありません。と、当時の不安定なロシアの政情では、各政党が協力して、挙国一致体制を取るべきと主張したのに対し、そういう政党は存在する。その多少グループを含めた250名から構成される、全ロシア中央執行委員会が結成された。5月から6月にかけては、無政府主義者たちが、 搾取者を搾取するためと称して、資産家の邸宅を襲って、財産の収奪を行う事件が多発している。その象徴的な事件としては、元内務大臣、ピョートル・ドゥルノボテーをアナキストが不法選挙を行ったところに、臨時政府が大掛かりな攻撃を行ったというものがある。このように、ロシア国内は、凄まじい混乱と暴力に満ちた社会となり、 社会秩序そのものがなきに等しい状況に陥っていた。ペトログラードのネフスキー大通りにおける1917年7月1日のボルシェビキによるデモ7月1日、ペトログラードの中心にある広場マルソボポーレにおいて全ロシアソビエイト大会はデモを主催したが、およそ50万の労働者と兵士が参加したデモでは、ほぼボルシェビキのスローガンだけによって埋め尽くされ、 実質的にボルシェビキによるデモと化した。10人の資本家の大臣の即時辞任。戦争を終わらせる時が来た。すべての権力をソビエトへ。といった大衆が掲げた主張は、資本家と臨時政府の政策やソビエト大会の指導部と大衆感情との間にギャップが生じていることを示した。さらには、ボルシェビキ党中央委員会に対しても、党中央は本気で、 臨時政府と戦う気があるのかと突き上げた。臨時政府側やボルシェビキ等中央委員会の想定以上にロシア国内では武装政治デモに対する支持が拡大している状況となっていた。地方ではロシア人以外の少数民族が独立を求めて動いていた。特に強力だったのはウクライナで、ウクライナ中央ラーダは5月の段階で臨時政府に対し、 ウクライナの自治を認めるべきことを要求していた。SL の陸海軍省、ケレンスキー、メンシェビキの郵便電信大臣セレテリといった、ソビエト出身の閣僚やウクライナ出身の財務大臣、テレシチェンコたちはこれに妥協しようとしたが、ウクライナの農業、工業に利権を持つ、ブルジョア政党の立憲民主党は激しく反発し、7月15日にはカデットの閣僚三人が、 抗議辞任をしてしまうなど、臨時政府内も左右の対立が激化してまとまりを欠く状態となっていた。一方、第一次世界大戦の東部戦線では7月1日にケレンスキー攻勢と呼ばれるロシア軍の大攻勢作戦が実施されたが、ドイツ軍の大反撃にあってロシア軍は多大な損害を被り、不評の士気は著しく低下していた。 しかしながら臨時政府は連合国側の圧力に屈して7月16日、ガリツヤ戦線でのさらなる攻勢を開始するという状況であった。7月放棄におけるネフスキー大通りでのデモ1万9000名もの大連隊であった機関銃兵第一連隊は7月上旬から連隊の一部を前線へ送れという政府命令に抵抗していた。機関兵第一連隊は アナキストの影響を受けていた。彼らは7月15日に起きたカデット所属3大臣の辞職を見て臨時政府の打倒、すべての権力をソビエトへを実現する好期と捉え、その日のアナキストの秘密会議において、ペトログラードの労働者と兵士に反政府デモ実施の呼びかけることを決定した。7月16日、ペトログラードで 機関銃兵第一連隊の兵士たちによる自発的なデモが発生した。同連隊は首都の老兵を立ち上がらせるためにオルグを派遣した。機関銃兵たちの訴えは、モスクワ連隊、パブロフスキー連隊、敵団兵並びに第一予備連隊の兵士からの賛同を得ることに成功した。これらの部隊は、すべての権力をソビエトへ、の言葉をスローガンにして、デモ行進を行った。 工場の労働者もそのデモに加わった。メンシェビキと SL が多数派を占めて事実上この2敗によって牛耳られていた。全ロシア中央執行委員会の指導部はデモ禁止令を出した。ボルシェビキはそのデモ行動を組織的で平和的なものにしようとデモ隊に指導者たちを送り込むことを決定した。しかしながら機関銃兵たちの武装デモ結構への決意は固く。 機関銃兵連隊を説得に行ったボルシェビキ党員、マルティン・ラチスは、兵士から銃剣で脅され、同連隊臨時革命委員長に選ばれたボルシェビキの、ニコライ・セマーシコに対しては、開始された運動を止めることはできぬと、きっぱり拒絶された。逆に、機関銃兵のオールグは成功していった。午後7時ごろ、機関銃兵第一連隊、シンデスネル工場。 新パルビアイネン工場の老兵を先頭として、大武装デモが開始された。軍隊では、モスクワ連隊、敵団兵連隊、バブロフスキー連隊、公兵第六大隊、不評第180連隊の一部、不評第1連隊の一部が後に続いた。労働者の方は、ルースキールのアイバス、フェニックス、ペトログラート金属、旧パルビアイバルト造船、ラジオ電信工場、 ペトログラード交換、ジーメンス出荷後、制区儀工場などの労働者が後に続いた。デモ隊の一部は、クシェシンスカや帝に向かった。スターリンやスベルドロフラボリシェビキ等、幹部数名は、バルコニーから演説して、人々に引き返すように呼びかけた。引っ込め。という怒号で、デモ隊は答えた。ついにボリシェビキ等指導者もデモを中止させることは、できないことを悟った。 その場にいた同党ペトログラード市委員会は緊急に協議し、組織的で平和的なデモを行うよう提案することを決めた。デモを中止しようとする中央委員会のアピールが印刷から取り去られたため、当機関紙プラウダは〇〇1ページを白紙のまま配布された。この間、タブリーが宮殿で午後7時から行われていたペトログラードソビエト労働者部会も、 デモ指示を決議し、これに平和的性格を与えるための委員会を選出した。この会議が終わった頃からデモ隊がここに到着し始め、やがてタブリーダ宮殿前はデモ隊で埋め尽くされた。1917年にペトログラードソビエト委員会が置かれたタブリーダ宮殿。7月17日、臨時政府及びソビエト中央のデモ禁止令を決定、前日を上回る。 大武装デモが展開された。この日は、クロンシュタットの水兵1万人をはじめとし、ペチェルゴーフ、リゴーボ、オラニエンバウム、チャールス・コエセローなどの近郊都市からもデモ隊が、やってきて、すべての権力をソビエトへ。というスローガンの下、50万人の労働者、兵士、水兵による平和的なデモが行われた。モスクは、ニジニノブゴロド、クラスノヤルスクなどの都市で、 反政府デモが行われた。デモ隊は、正午の12時頃から続々とタブリーが宮殿に到着し、再び、ソビエト中央に圧力をかけた。だが、ケレンスキーを中心とする SL とメンシェービッキの、協調派の決意は揺るがなかった。午後5時半に始まった、老兵ソビエト中央執行委員会、全国のオメンソビエト執行委員会合同会議は、2週間後に、 上兵ソビエト中央執行委員会、全国の汚名ソビエト執行委員会合同会議を、地方代表を加えて行うこと、それまで、現政府の権力を認めることを決議した。この間、臨時政府側のカザーク部隊と、デモ側の部隊との間で銃撃戦が行われ、死者まで出た。銃撃は、この他何度か経った。タブリーダ宮殿では、脳症のチェルノフが群衆によって一時拘束され、 トロツキーによって解放されるという一幕もあった。レーニンは病気療養のため、フィンランドで西養中であったが、17日の早朝6時頃に、党中央委員会からの使者から、武装でも発生の知らせを受けて急ぎ列車に乗り、午前11時頃には、ペトログラードに戻ってきた。レーニンの真意は、平和的手段でなくできず、武力によらなければ、政権を取ることはできないが、現状では、 ボリシェビキ側の武力は不足し、仮に武力放棄に踏み切っても成功しない。来るべき武力放棄の時に備えるべく、現時点ではボリシェビキは平和的なデモによって政府に圧力を加える路線を取らざるを得ない。ただ決起に流行った大衆たちからの支持を落とさないように武力放棄への動きを抑えなければならない。ボリシェビキが党として、 武力放棄への陰謀を主導したという証拠を残してはならぬ。そのため、レーニンがクシェシンスカや帝から折しも到着したクロンシュタットの武装水兵に呼びかけた演説の歯切れの悪さは彼の両面作戦の苦悩が滲み出るものとなった。私が病気で少ししか話せないのを許してほしい。ペトログラード労働者の名において革命的な クロンシュタットの同志に挨拶を送りたい。すべての権力をソビエトへという我々のスローガンは、寄り道はあるにしろ必ず勝利する。諸君、官人不罰であれ、警戒を怠ってはならない。散発的な銃撃戦まで行われる中にあって、臨時政府側の武力は誠に弱小であった。政府とソビエト中央は、懸命になって、部隊をかき集めたが、17日昼までに、 プレオブラジェンスキー連隊、カザーク諸連隊、ブラディミルシカン学校から中世を取り付けることができただけだった。だが司法大臣ペレベルゼフは、奥の手とも言うべき機種、つまりレーニンがドイツのスパイであることを証明する文章を見せるという決断をした。午後5時ごろ、ペレベルゼフは、報道関係者と共に80人以上のペテログラード、およびその周辺の中流軍団代表者を彼の、 執務室へと招いた。将来に見込まれるボルシェビキ指導者の裁判での最も明確な有罪証拠資料を守るために、ペレベルゼフは持っている証拠の断片だけや価値が極めて乏しいものを公表した。ロシア軍兵士のエルモレンコ中尉がドイツ軍の戦時捕虜だった間にレーニンはドイツ軍のために働いていると聞いたという曖昧な内容の長書やストックホルムを経由したボルシェビキの ベルリンとの金銭関係に関する情報であった。情勢が緊迫度を増す中、ボリシェビキは偶発的な衝突の発生を避けるため、夜に入るとデモ隊へ解散するように説得し、午後9時頃までにデモ隊はタブリーダ宮殿から引き上げた。この時から力関係が変化し始めた。7月18日の午前1時、それまで中立を守っていた。 イズマイロフスキー連隊、ブレオブラジェンスキー連隊、セミオノフスキー連隊が、タブリーが宮殿に更新して現れ、ソビエト中央指示に転換して、臨時政府側に立つことを鮮明にした。前日のペレベルゼフが公表した、レーニンはドイツのスパイであるとする発表内容を知っての行動であった。さらに、北部戦線から有力な部隊がデモ鎮圧のために、 首都ペトログラードに向かったとのニュースが流れた。状況は一変した。18日の朝、プラウダの発行所は吸収された。レーニンは直前に逃亡していた。ボリシェビキはペトロパブルフスク要塞にいるクロンシュタット水兵におとなしく帰るように説得する。代わりに、ボリシェビキ党員は逮捕しないとのボリシェビキ幹部カーメネフと、 ソビエト執行委員リーベルとの合意がなされた。ボリシェビ機キ幹部たちは、クロンシュタット水兵たちに基地に戻るように命じ、一部の水兵たちは基地に戻った。クシェシンスカや堤を守備する残る水兵たちは、機関命令を拒んでいたが、勢力に勝る臨時政府側の軍団に囲まれ、屈服した。武装デモに参加した部隊の武装は解除され、工場は、捜索を受け武器は没収させられた。 7月19日、北部戦線からカザーク部隊が到着して、臨時政府側とボリシェビキ側の力関係が変わり、前日のボリシェビキ党員は逮捕しないとの約束は保護にされ、臨時政府はボリシェビキ党幹部たちを国家反逆罪の容疑で逮捕を始めた。潜伏活動に入ったレーニンも上記の罪の容疑で追われることになった。 ペトロパブルフスク要塞にいた、機関銃兵連隊の将校、ワシリエフを逮捕。ペトロパブルフスク要塞で降伏したクロンシュタット水兵たちの強制送還が実施された。7月20日、ペレベルゼフは、閣内でボリシェビキの秘密文書を公表したことを責められ、司法大臣の職を辞することを余儀なくされた。臨時政府は、マリーンスキー宮殿から東急に移動した。一方、 東部戦線の増チ中で、ドイツ軍は、前日の19日に、ロシア軍に対し大規模な反抗を行った、結果、約 20km にわたり、ロシア軍の前線が崩壊して、海乱に近い状態に陥ったとのニュースが、ペテログラードに届いたため、リボフ首相は辞任した。一方で、臨時政府に忠誠を誓う部隊が、前線からペテログラードに続々と集結して、 武装デモ側の部隊を数で圧倒した結果、武装デモ側の騒乱の鎮圧はほぼこの日をもって完了した。7月21日、リボフの後継としてケレンスキーが首相になった。7月22日、カーメネフが逮捕された。レーニンはジノビエフと共に逃亡に成功したが、カーメネフやルナチャルスキーといった、主だったボリシェビキの幹部は逮捕され、ボリシェビキは大打撃を受けた。 トロツキーは当時正式なボルシェビキの党員でなかったためすぐには逮捕されなかったが間もなく収監された。結局騒乱に参加したおよそ800人が収監されることになった。確定的に言える限りでボルシェビキは身体的には傷つけられた者は誰もいなかった。メンシェビキと SL はボルシェビキを依然としてはぐれた友人のごとくみなしており、 ボルシェビキに向けられた追求がソビエトや社会主義運動全体に対する攻撃を単に偽ったものなのではないかと恐れていた。彼らの本当の敵はカデットなどの反革命主義者で反社会主義者であると考えていた。そのため、ケレンスキーは騒乱の鎮圧後もボルシェビキに徹底した弾圧を行っていない。ケレンスキー政府の下で ロシア軍の最高総司令官に就任した参謀長コルニーロフは反戦を主張するボルシェビキと協調的なケレンスキーの態度に不満を抱き臨時政府と軍指導部との対立が深まっていく。やがてコルニーロフはソビエトに対しコルニーロフの反乱と呼ばれる反乱を起こした。ケレンスキーはソビエトに対して無条件指示を要請し8月28日 ソビエトはこれに応じて大反革命人民闘争委員会を作った。またケレンスキーは7月放棄で逮捕したボリシェビキの党員を釈放し強調して反乱に対抗する姿勢を示した。党員の釈放によってボリシェビキは統制を急速に回復させていく。そして大反革命人民闘争委員会にボリシェビキも加わってコルニールフと戦う姿勢を示し、 反乱を鎮圧することができた。10月10日、ボリシェビッキの中央委員会は投票を行い、10対2で武装放棄はもはや避けられず、その期は十分に熟したという宣言を採択した。ペトログラードソビエトは10月12日に軍事革命委員会を設置した。その後、10月革命によってボリシェビキは権力奪取する。この7月放棄の失敗の後、 レーニンは、すべての権力をソビエトへ、おというスローガンを放棄することを呼びかけるようになった。これまでのような平和的な手段によって、権力を奪取するのではなく、武装放棄、つまり、暴力革命によって、臨時政府から政権を奪取することを施行することになった。7月放棄の失敗にかかわらず、ボリシェビキは、ケレンスキーの強調主義的な対応により、 党の壊滅は辛くも避けられた。その後のコルニールフの反革命的な反乱を強行,行として、統制を挽回するが、その後は武力による臨時政府の打倒を図り、10月革命への動きに繋がっていく。ありがとうございます。